ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も昨日のコールド3やっていきましょう。はい、さあ最終段階なのかな。うん、で一応交響曲第1番4楽章を、うん、まあ入れて140までは上がると。うん、まあでも一回160まで見てるからね。まあ限界まで上げていきたいけど、まあ十分トリプル S 取れるからなはあ、140ぐらいでいいのかな。さあ和食作るぞ。よーし来た、今日も昼食を作ることでした。和食来い。鶏の梅肉和え、サワラの西京漬け。え、これどっちも和食ではない。まあどっちかといえばこれかな、西京漬けかな。これにしよう。はい、サワラの西京漬けを作った。これでいいだろう、来るだろう、惚れてまうやんだろう。うん、眠いなそんなに急いで行くこともないだろう。紅茶の一杯でも飲んでからにしたらどうだ。え、何今ので、メール朝から屋上に呼ばれるのか。私が今度は横浜土産横浜土産って何がいいんだ。親はまあ適当に買ってくからいいけどよ、妹への土産に困ってる。あ、妹いるんだ。へえ、結構当時は慣れてくから何がいいかさっぱりわかんねえ。あんた、いい声がねえか。おう、何を変身したかわかんないから変身。うん、じゃあシューマイとかでいいんじゃないか。うん、さあまずはコンビニ行ってジェルシートを買う日これ忘れてはいけない。はい、ジェルシート買いました。で、楽器店も一応見てみっか。いらっしゃいませ、うん、アイテム買えるときに買っとかないとね。赤いとこ買っとかないとね。あ、リボンあるね。リボンでいいんだ。そう、リボンでいいんだ。で、次の曲も一応買っといた方がいいのかな。ひばり、ハイドン、おう、フレンツェの思い出。ほう、あ、今日やとリツがマイストロフィールド出すじゃん、久しぶりに。じゃあこれにすっか。一応これ買っとくか。やるかは分かんないけど買っとこう。まあ、あとはメタルをしこたま買っといて、うん、まあこんなんでいいだろう。買い占める勢いだな。はい、で、とりあえずジェルシート配りに行ってあ、おはようございます。ジェルシート配りに行って、なんだ、いや別に怒ってねえ怒ってる怒ってる。で、あ、いた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 、どうしたん。はい、惚れてください惚れてくださいこれもうビビたるもんだろうけど、うん、やらないよりマジだ。うん、よし、じゃあ、結構いっぱいいるし、とりあえずここで聴かせてっか。いきなり新曲。いきなり新曲。いや、新曲じゃ増えないよな。とりあえず稼げる曲で稼いどっか。あ、5人。うん、5人いればこの間みたいに、どちゃっと10人ぐらい集まるでしょ。おい、トリプル S を取った曲ですよ。はい。はい。はい。よし。とりあえずここまでが日課。おお、アイテムあるよ。森田、これからもよろしくね。アナログかー、お前分かってないな分かってないな。いや、まあありがたいんだけどね。こんにちは、アイテム嬉しい、本当だよ。でももう一緒に練習してくれないんだよね。さて、じゃあまた一人ずつ呼び出すゲームが始まるかあ、でも率、技術17だからちょっと率に上げてもらうか。フィレンツェも交響曲もどっちも特に技術も習熟度も同じくらいの上がりなんだね。技術上げてっか。とりあえずイタリア、イタリアじゃないな、イタリアもやなくていいんだね。交響曲第1番、うん、バッハを完成させたい。これはぜひやりたい。技術、あ、技術上げてこう。40も上がる。いいぞ、来いよ。もしもし、構わないが。はい、もうこの辺は手慣れたもんですな。もう流れが出来上がっている。午前中は十分なウォーミングアップを行い、午後の練習につなげていく時間なんで。ああ、そうだそうだ、法政さんは午後にしようって前決めたんだよね。運指に気を配りつつ丁寧に合わせていくぞ。はい、はい、基礎練ですね。よし、共に引くぞ。お前の上達がはっきりとわかる。頑張ってるな。頑張ってるよすごいが、あ、昼食ご一緒しませんか。はるくん、
こんにちは、今日の昼よかったら一緒に昼食を食べませんか、いい返事待ってます、ごめんなさい和食を作ってきたんだ、私は和食を食わせるんだ、この男に。すまんな、ハル君、来世でまた会おう。あ、な、距離近くなってない、気のせいかな。ほな、いただこうか。あ、き、あれあれ、あ、違う鳥の方だった、え、鳥の方だった、ひょっとして、え、サワラって何、和食じゃなかった、え悔しいな、せっかく朝食来たのにな、すまん、なんということでしょう、日本に住みながら和食を理解してなかった私は。次の方呼ぼう。あ、ハル君が16になってんな、いつの間にか。じゃあハル君にあげてもらおうか。イタリアを完成させよう。7しかないな、習熟度が全然上がってないな。技術上げてって言っても、これ使ってもまだ100にはならないなら使わなくていいか。だったら習熟度の方に回していく全然上がんないけど全然上がんないけど、3しか上がんないけど、まあでもアナログならいっぱいあるからいいか。うん、これで屋上行けば上がるでしょう、さらに。はい、屋上行くぞ。むしろ私の方が習熟度怪しいな今回。午後一番の練習です、精力的に臨みましょう、真夏の太陽にも負けないくらいに。おお、この子はいつも燃えてるな。はい、あちいぜ、太陽のような髪の色してるもんな。先輩お疲れ様でした、失礼します、おっす。じゃあ聞かせてっか。あれ聞かせたっけ、聞かせたな。あ、一緒に練習だ、そうだ、目の前で電話をする、目の前で電話するぞ。あ、電話はしないんだっけこの場合。一緒にやろう、赤いリボンで。お、34も上がる、いいぞ。技術、あ、でも今技術使えば越すのか、まあまあいっか、うん、赤いリボン結んでこう。ん、練習やね、ええよ、場所どこにしようか。そりゃ公園でムーディーに行きますよ、元町公園、国書やね、まだ暑いっすか。ま、あんたと音合わせてると暑うても寒うても気にならへんのやけど。おー、じゃあいいじゃないですか、練習開始やな。おー、セリフも変わってきたな、基礎練なのは変わんないな。ドレミファソラシド、はい、刺激的やわ。よし、じゃああと1回は合わせるか。まあまだ早いと思うけど、ちょっとずつね、うん、合わせていきたい。完成度ボーナス、うっ、え、何このタイミングでメール、忙しいな、人気者になったな。おう、ハラショーって何。一つ消えてもいい、なんであのコンビニロシアなん。あ、確かにピロシキ売ってるコンビニなんて初めてやわ、千秋がめっちゃ受け取って。いや、ピロシキどころじゃないけどな。むしろピロシキが一番コンビニっぽいアイテムだぞ、あのコンビニは。うん、変身します、やったぜ。一緒に練習しないかい、練習は進んでるかい、よかったらこれから二人で練習しないか、たまには君を一人集中させてくれに、ね、今更どうした、どうした急に。じゃあ行くか。あ、一回戻ると変身できなくなっちゃうんだ。あ、しまった、よかったのに、全然行っても。え、じゃあ練習するか。うっかり閉じちゃったらもう変身できなくなっちゃった。じゃあ行きますよ、サカシさん、やりましょう。これで、技術は16になるから、まあ16になればもう十分でしょう。うん、アナログ使う価値ないな、全然。もう メトロノームでもまだちょっとこれもったいないな、うん、まあでもいっか、これ使ってっか。はい、もしもし、リオスちゃん、連絡待ってたよ、どこで待ち合わせしようか。ああ、一応大丈夫な話、変身したってことになってる。じゃあ習熟度上げてください。今日の練習もこれでおしまいだ、気が緩まないようにしっかり音を追っていこう。肩の力を抜いて。はい、ちょっと違う基礎練。
よいっす。16になった。よし、今日や抜かしたぞ。ん、なんかあるな。何もない日がほとんどないな、今回、今作は。お帰りなさい、徳川さん。はい、ただいまです。芹沢君は紅茶を飲んで、くつろいでいる。どうやら一人のようだ。別に部長たちとは練習以外で四六時中一緒にいるわけじゃありません。まあそうね。あなたも紅茶を飲みますか？よかったら入れますよ。あ、お願いします。ありがとく。入れてもらいましょう。丁寧な人ですね。では少し待っててください。あ、いい音。なんかお酒入れてるみたいな音出したよね、今。どうぞ。なんか山崎かなんかを注いだような音がした。芹沢が入れてくれた紅茶を飲んだ。自分で入れるより美味しい。あれ、でも東金さんから割と褒められてたけどな。そんなに感動するほどのことでは。慣れれば誰でも入れられますよ。俺もあの人に鍛えられましたから部長の場合、日によって要求してくる紅茶が違うんです。でしょうね。アフタヌーンだけでも昨日はウバを入れろといい、今日はディンプラでした。気分屋さんですね。当然味が気に入らなければ最初から入れ直します。つまり結果的にうまくならざるを得なかったというだけに過ぎません。でも なんでそもそもそういう関係になってるんだろうな、この人たちは。なんかあるんだろうな。うん、ごちそうさまいや、聞いてこうぜ。部長のことが気になるんですか？まあむしろ部長のことっていうのはあなたたちの関係が気になるな。まあああいう人ですから、どこにいたって変わりませんよ。俺が1年の頃からそうでした。同学年なの？そう、先輩。またおじさん臭い部員が来た。また近隣の女子校からファンレター預かりました。あ、こちらクラスの女子からです。そうか、ご苦労。とりあえず部室に置いとけ。後で使いの者に取り壊させる。一応律儀に全部返事書くのかな？それとも誰かに使いの者にゴーストライターさせるのかな？了解しました。しかし相変わらずすごい人気ですね。そらそうだろ。ふん、当然だろ。俺の花に魅了されない方がどうか知らず。花だね、神南の。相変わらず変な人だな。またおかしなことを言っている。はあ、俺にもあげてほしいっす。じゃあ失礼します。よう、芹沢。東金さん、漆器目のセカンドフラッシュが届きました。何それああ、来たか。それなら練習前にティータイム。あ、お茶の名前？東金さんが戻られる頃を見計らって準備を整えてあります。今日は調理部からスコーンの差し入れがありました。ほう、お前気の利くやつだな。じゃあ行くか。毎日何かしらありそうだけどな、差し入れ。東金千秋も噂ほどじゃないな、用事で。いいな、ここは。あの、うちは妖精の石像建てたけど、ここマーメイドの石像があったね、今。ここはマーメイドの妖精がいるのかな、この学校には。あれ、いいぞ。まあ、こんなものか。生ぬるいピアノだな、芹沢睦。睦でいいんだっけあ、睦美か。睦美。どうなさ、いつからそこに。お前本気で弾いてないだろ。流して弾いてたね、今。確かに。どういう意味ですか？言葉通りの意味だ。音を聞けばわかるんだよ。まさかお前自分じゃ気づかなかったとは言わないよな。それはだ、まあそうだよな。こんなものかなって言ってたもんな。 100% ではないよな。お前がどんな姿勢で部活に臨もうと、それは個人の自由だがな。そんなふぬけたピアノを弾くようじゃ、お前自身の底も浅く見えるぜ。さすが部長発砲かけておられる。要するにそこらにいるアホと同じレベルってことだな。俺がなんだと。だったらこれで。意外と前意外と負けず嫌い。え、でも今の基礎練じゃない今の基礎練に聞こえたけど、これならやればできるじゃねえか。今のはいい音だったぜ。そうなのか。今副音でドレミファソラシドしただけのように聞かれたけどまあ常人には理解しがたい人ではありますが、部長としての目は確かです。まあね、そうね。八木沢さんとは違った角度で部長らしいよね。
何やってんだお前ら、2年同士で交流会か。あー一個下か、一応。ええ、そんなところです。は、言うじゃないか、セイサーダージリンだ。わかりました。どうした、俺に何か言いたそうな顔だな。どうやん、いい部長なんだね。あれこれ前も見なかったっけ、あれ結構日付置いてやってるからもう記憶がごっちゃになってるな。人気者なんだね。当然だ、はだよな人気者なんだね。当然、突然なんだ。俺の魅力に今さえ気づいたのか。そんなの出会った時からわかることだろうまあこの人ならそう言うよね。やったぜ、お待たせしました。あれかな、一回セーブを忘れた時に見たのかな、あれなんか似たようなのを見たような記憶があるんだけどな、気のせいかな。ああ解くよ、お前まだここにいるよ。俺にティータイム付き合え。こういう人ですから諦めてください。あ違うな違うな、なんか僕の記憶にあるのはこの人のためにお茶を入れてあげた記憶があるから、そっちか、それとごっちゃになってるのか。にゃー、誰の話聞きたいんだ。もうこの人一筋ですよ。もうここまで来たら、あと何を聞いておかないとまずいじゃん。家族、別の話、あと何聞いて、誕生日聞いた、音楽聞いた、じゃあもう家族の話しかないのかこれ。別の話を聞く、あこの、あ学校生活、学校生活か。知っているか。知らない。時の最近の学校生活について聞きたいんだな。最近だってずっとこの寮にいるけどな。あいつは東金といつもつるんでるように見えるが、意外にそうでもないようだな。まあそうだよね、人混み好きな人と嫌いな人のセットだからね。うん、弾いてる時以外は割と別行動してんじゃないかな。あいつ自身は人が少ないところが好きなようだ。知ってる知ってる、もっともっと深い情報をプリーズ。ああそうだ、たまに森の広場で涼んでるの見かけるぞ。広場広場もっと通えってこと。まあこんなものだな。いやーわからんなね、きっとこういうの聞いとかないと怒んないイベントとかもあるんだろうな。うーん、散々だってイベントを取り逃してるみたいだから。でもまだあと3つ聞いてないんだな。あとは家族情報と、あとなんだろうな。ここでは聞けない情報とかもあんのかね。はい、というわけで今日は、特に、大事件もなく大事件もなく無事、はい、過ごしました。はい、じゃあ次回も今日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。いや順調にはいけてる気がするぞ。どうだろう。